はい、どうも、速稼塾の久保でございます。皆さん、帝国データバンクっていうね、キーワードを聞いたことがあると思うんですけども、今回皆さんにお知らせするのはね、倒産動向速報記事といいまして、これ4月3日、4月2日、4月に入っての倒産の事例をですね、帝国データバンクが公開してるんですけども、原則負債額30億円以上の倒産を掲載していますってことなんで、例えばね、1,2,3,4,5 5社今出てますよね。この5社だけでも150億円以上の倒産がここに累積されるってことなんですよ。もしかしたらね、聞いたことのあるような会社もあるかもしれません。一番上が有限会社松永販売といいまして、有限会社ってのは今ね、とっても貴重な存在なんですけども、自己破産になってますよね。有限会社ってのはもう作られませんので、有限会社ってのはね、本当に伝統ある、頑張っておられた中小企業だと思います。コロナウイルス関連倒産。だからここにね、政府の補助とかがもっと早ければ倒産せずに済んだかもしれないんですよね。当然ですけども、この会社に関わる従業員さんとか、お取引先様とかね、納品先とか、お客様とか、本当に途方に暮れているような場面なんではないかなと思いますよね。次の会社もそうですね。お弁当の販売ですよね。で、次、HTB クルーズ。あ、これはクルーズ船の会社のようですが。で、次の会社もそうですね。ソーシャルレンディング業者って言ったら、なんかね、続きそうなイメージのある会社ですけども、なかなか難しかったと。エターナルアミューズメント。だからアミューズメント施設系とかってのは本当苦しいですよね。だから室内、エンターテインメント。屋内ゲームとかには需要が高まるんでしょうけども、人が集まってね、レジャーランドとかテーマパークみたいなところを中心として、例えばゲームセンターとか、ああいうところってのは本当に軒並み苦しいと思います。かといってどうしようもないですからね。本当これは政府の補助を当てにするしかないという状態です。内部留保がね、盛んなところってのはあんまりありませんからね。奥飛騨薬師の湯本陣。温泉旅館ですか。非常に惜しいです。こういうところってのは、一回失われたら、この風格とかね、味わいとか、癒しとかってものが二度と手に入りませんから、1990年代のバブル崩壊の時に、野ざらしになった廃墟ホテルっていうのが今でもあったりするんですけどもね、もう経営者が誰か分かんないような、所有者が誰か分かんなくて放棄されちゃったような。でもあれってのは、ここに人が集まってね、従業員さんが活気よく働いて、本当にどんな、場面だったんだろうかなとか思っちゃいますよね。もうでも二度と戻らずに、例えばね、再開しようと思っても電気設備とか壊れてますし、水道ももう配管もサビサビで使えないんで、結局はね、一回活動をやめてしまったホテルとか旅館とかっていうのはもう復活することがないんですよね。結局壊して更地にするしかないってことで、なかなか大変ですよね。はい、これは有限会社長浜将軍など、ラーメン店、長浜将軍。確かにラーメン屋もきつい。外食ほんとあっという間ですからね。レバンテ。羽衣も、聞いたことあるような会社です。飛騨高山中央市場。いや、どうですか、水穂リゾートさんなんて有名じゃないですか。なんとも言えないですね、こうなってみると。普段から倒産はここに報告されてたんでしょうけども、コロナウイルスによって直接的なダメージを受けて、もう短期間で倒産してしまうとか、なんとか持ちこたえていたんだけども、増税にもくぐり抜けた、その後でコロナショックで倒産を余儀なくされると、本当に記録的にもくじきちゃいますよね。消費税とかだったらなんとか工夫して、それでもギリギリやっていくってこともあったり、納税期間が随分後ですから、それまでに工夫するとかね。融資など、金策するとかっていう方法もありますけども、コロナっていうのはいきなり来て、しかもこれいつ終わるか分かんないんですよ。終わりが見ていればまだしもなんですけども、終わりが見えてないことによって、もう会社の将来が見えてしまうみたいなね。本当にそんなお先真っ暗みたいな形になっちゃいます。あ、これは、勝山観光施設株式会社。あ、これは惜しいですね、個人的に。まあ、ここにね、私のやってる会社なんてのは超弱小ですよ。年商で1億円もいかないような会社ですからね。それがなんとか持っているっていうのは、逆に年商が低いから持っているんだろうなということですよね。ランニングコストも本当にね、あんまりかかってないです。数十万ですしね。まあ売上も月間でそんなに何千万とかいかないわけですから、まあ確かにきついですけども、きついんですけども、何百万単位のね、売上減少にはなってるか、うちも。
さすがになってますね、うちの会社もね。うん、何百万って言ったら言い過ぎですけども、そんな3、400万あるわけじゃないですけども、100万円単位の、減収減益が起きてるなというのが、まあちょっと余談ですけども、弊社の状況ですね。まあ会社何社かありますけども、全部合わせると本当に、こんなお金が売り上げが失われたのかっていうことと、これだけの方が、平時ね、弊社を利用していただいたのかなと思うと、ちょっと切ない気持ちがするのと同時に、うちみたいなちっちゃい会社でもこうなんで、世の中にあるね、400万社、500万社と言われてるような事業、法人、団体、本当になんか、察する気持ちあまりあるものがあります。どうなんでしょうかね。まあ本日はそんな感じで帝国データバンクのデータを見て、つれづれなるままに語ってみました。ありがとうございました。皆様もご安全に。